黒面が続くわね。めっちゃ可愛くない？多分ルーナちゃんのファンの方だと思うんですけれども、ルーナちゃんを押すとこんな部屋可愛くなるんかってね、びっくりしたわ。可愛い、ちー可愛い、え、可愛いポケモンもいっぱいいて、これとかさ、え、女の子かな、女の子なのかな。あ、私が描いたルーナちゃんじゃないですか。ありがとうございます、買っていただいてありがとうございます。ピンクすぎてめちゃくちゃ可愛いよね。いいな、女の子であってくれ。ええやんけ、可愛いよ男の部屋でもさ。でもあ、ミコメットだ。ミコメットとルーナちゃんの色合いの相性の良さすごいな。おじさんだぞ。おじさんでもこんなにセンス良かったらいいまであるわ。じゃあ続いて、ポチ。あ、ここも作業部屋だね。ここも作業部屋。おす。紙コップが出るやつ、この家に置く人いんのこれ。こんな、なんかフードコートにしか、フードコートにしかないようなもんだと思ってましたけどね。すごいね。これ何の作業机なんだろう。やっぱガンプラとかなんかな。ヤスリ。ヤスリとかもあるもんね。え、ん？知らないぞ。待って、待って、知らないグッズがある。これもしかして手作り？知らないグッズあるな。なんかあたかもなんか出てますよみたいな感じに、なんかいるけど、これ知らないの？これもしかして手作りか、これ。自作か？そう、ピンク保険チームいますね。え？ルーナイト？待って、あたかもなんか、当たり前みたいになんかいるけど、これこんな商品ないもんね。自作？自作兄貴？もしかして。すごいね。ルーナイトめっちゃかっこよくね。これルーナイトめっちゃかっこいいね。すげえ。すげえ、マジで。あ、続いて。これにしようかな。いや、これすごい。これさ、やっぱこういう、あるんかな。こちら。よいしょ。ドール大好きな方のお部屋かな。いや、ドール、この姫クソかわいい。これ、ちょっとね、ごめん。これ姫だよね。めっちゃかわいい。このドールの良さはさ、いや、ドールってペコーラもさ、なんだろう、かわいいと思ってたけど、これ見るとすんごくかわいく見えた。ちょっと欲しくなった。この、姫のドール見て、あ、かわいい、本気でかわいいなって思った。この写真とかもさ、多分自分で撮ったのかな？ねえ、これ、お写真もそうだけど、姫のこの、マジですごい。ありがとうね、ペコーラの、一応持ってますよ、みたいな。ありがとう、ペコね。あ、多分、姫推しだね。ペコちゃんも好きなんだよね。ありがとうね。でも、姫のおっぱいマウスパッドもありつつ。この姫の完成度が半端ないんだよな、マジで。すんごいグッとくる。かわいい。ね、ペコアラのドールも作ってよ。ペコアラのドールもかわいい。ドールも作ってよ。この子もかわいい。てかさ、ドール一体って何円ぐらいすんだろう。この多分大きさだと相当するじゃん。このちょっと、いや、これも大きいのかな。無粋な話だけどさ、欲しいんだけど、かわいくね。あ、ピンからキリあるもんなんだ。あ、そっか。ちょっと欲しくなる。夜動きますよ。いや、もう、命、魂を吹き込んで欲しいよ、むしろ。いいねー。これの姫マジかわいいな。洋服とか着せ替えするのめっちゃ楽しそうじゃない？素晴らしい、ありがとう。いや、ほんとになんか、人のこういう趣味というか好きなのを見れるのほんとに楽しい。